田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム320。実は東アジアのシンガポール、21世紀の開発独裁国家北朝鮮を大胆予測パート2と題してお届けをいたします。昨日のモーニングクロス、まだモーニングクロスの動画もご覧いただけると思います。また昨日はパート1をお届けをいたしました。その前からこの朝鮮半島問題というのを扱っておりまして、朝鮮半島問題のまとめサイトという形でもですね、本日からアップをしておりますので、合わせてですね過去の私の発言等をご覧いただければと思います。まあ、昨日も簡単に振り返ったように、私の友人でもある小野寺五典防衛大臣はですね、北朝鮮の大量破壊兵器廃棄まで圧力維持ということを述べたと。しかしながらですね、この圧力というものに関してですね、ジェームズ・マティス氏はですね、あるいはもうトランプ氏はですね、この圧力という言葉に関してもですね、強い言い方でのその圧力なんて言葉も使いたくないというふうに述べてきておりますし、マティス氏も同様になってきていると。どうもなんか日本は OS の転換が難しいかなという気もします。まあ、ご存知のように2時間近くですね、ドナルド・トランプ氏が、キム、ヨンチョル氏、党副委員長との会談を終えた後に庭でお話を記者たちにしたと。で、まあこれアメリカの記者もやっぱり日本の記者と同じレベルもあるなって。確かにそりゃそうですよね。アメリカだってヨーロッパ、イギリスだってわけわからないレベルのテレビ番組にはたくさんございますし、それをみんな見てるわけでございますけども、彼の方がすごいんですよね。あなたたちも出張することになるよと。マイク・ポンペオがこの2日間会談はとてもうまくいったと。キム・ジョンウン委員長と6月12日にシンガポールで会うと。今はお互いのことをよく知ろうとしている段階だと。マイク・ポンペオが2日間取り組んできたと。我々は相手のことをよく知ることができた。あなたたちも出張することになる。6月12日にシンガポールにいなければいけないからだ。あなた方もいなければいけないからだ。まあ砕けた言い方ですよね。日本ってぶら下がりでこういう感じにならないで、なんか飯食ってる時だけこういうような感じで、あれはオフレコだとか言うけど、でその後にすぐこれはプロセスだと。1回の会合で済むとは決して言わない、1回の会合で済むなどとは決して言わないと私は。だが関係はできつつあると。重要な進歩だ。そりゃそうですよね。一歩踏み出さなければしょうがないわけでございますから。ところが今回もですね、多くの日本のメディアっていうのは必ずですね、11月の中間選挙を睨んで史上初の米朝首脳会談実現という短期的で分かりやすい成果を優先した形だって。じゃあいつ会談すればいいんだよ、今だろうって。まあどっかの予備校じゃなくてもですね、まずはやんなきゃしょうがないでしょってことでしょ。今これだけだって国務長官が CIA 長官の時から極秘で飛び、向こうのナンバー2の党副委員長がワシントンまで来て、それでまだもうちょっとつってたら、長すぎた春という三島由紀夫さんが書いた恋愛の物語と同じになってしまうわけでございますから、まずは会ってみてそれで気が合わないかもしれないって。昔は結納を交わしてから初めてセックスしたかもしれないけど、今はその前にみんな半分あおいだってキスしようとしたら火がついちまったっていう話でございますけれども、日本の記者たちがとか日本のメディアというものが半分あおいどころか全く全部あおいよって。それも晴天ってことじゃなくて、もう本当に頭の中がまあグレーに曇ってる、あおすぎるよって話かなと思うんですね。で彼はこういうふうにも言ってるわけです。私は北朝鮮が非核化を望んでると思うと。その過程ではほのかのことも実現したいと思っていると。これは疑いもないと。でここは面白いんですよね。キム・ジョン委員長への手紙で彼の誠実さに疑問を持っていたと。つまりまあトランプ氏が書いた文章はお前誠意ねえんじゃねえかって書いてたって言うんですけど、疑問なくなったのかって記者が聞くとですね、私の手紙は北朝鮮からの手紙に答えたことだと。
北朝鮮側が言ってきた手紙に関して答えたことで、それを君たちメディアが忘れてんじゃないのと。メディアは会談の計画があったのに私がそれをキャンセルしたと言ってるけども、私は会談自体をキャンセルしてないと。北朝鮮側の厳しい声明に反応して会談を取りやめたのだと、ポストポーンしたんだと。私はもう機会は完全に失われたと思っていたけど、ポストポーンなんですよね。だから今からディールするって言ってるわけでございます。で、書簡を渡すだけのこの、ナンバー2との会談が結果的には2時間になったと。で、彼らが本気で前進したいと感じているから私はこんなに話を込んだんだって言ってるわけです。で、我々はほぼ全てのこと、在韓米軍の規模に関しても議論したのかというのに対して、我々はほぼ全てのことに関して議論したと。経済制裁もそうだと。で、私はそのキム、ヨンチョル氏に非核化はゆっくりやってもよいよと伝えたと。早くもできるしゆっくりもできる。そりゃそうですよ。戦争をやめるのはできますけども、核のものを、核をちゃんと不可逆的に検証可能にやっていくということは、完全にという言葉を除いたとしたって翌日に全部済むわけがない。福井市を見てごらんなさいよ。廃炉にするのに毎日6000人の人が働いてですよ、何年かかるかわからないということを篠山紀信氏はすごい廃炉という、ふざけて言ってんじゃなくて、いろんな意味で気が遠くなるし大変なことを真面目に現場でやっているまともな人たちがいて、だけどここにこれだけのお金をかけなきゃいけないようなことが起きてしまうというものを作ってしまったことへのですね、いろんな意味ですごいと言ってたわけでございますね。で、金正恩委員長は非核化に本気だと思うかと、そう思うと。金正恩委員長もそうなった場合に何が起きるのか見てみたいと思ってるんだと。彼も注意深いと。彼がそそくさと駆け出して対応することはないと。だが私は、キム・ヨンチョル氏に正直に言おうと。我々は経済制裁を課している。とても強い制裁だ。君たちが行動するまで経済制裁を解除することはない。経済制裁がどのくらい強力なのかはあなた方が知っているはずだと伝えたと。ある時点で経済制裁を解除できる日を楽しみにしているんですけど、まあ、ここの部分はちょっとですね、経済制裁というものが完璧っていうんじゃなくて、そうでもなさそうだっていうことについては前から申し上げているところであります。で、拉致問題に関してを含めた人権問題に関して議論したのかと、話してないと。首脳会談では協議するのかと、あり得ると。おそらく取り上げて詳細について話すであろうと言ってるわけですけど、ここがまた不可逆的がかかってくるということは以前から申し上げている通りです。で、これはやっぱり昨日も申し上げたけど、すごくこの問題は私が取り組むべきものではなかったと。もっとその前に早く解決すべきだったと。北朝鮮の核問題は重大な局面まで来てしまった。そりゃそうです。オバマ前大、ここもすごいですね、バラク・オバマ前大統領だけじゃなくて、その前の大統領たちもこの問題を解決すべきだったと。今でなくもっと前に解決すべきだったと。で、経済支援は米国が資金提供することはないと思うと、韓国がすると思うと、正直に言うと中国もすると思うと、日本もすると思うというふうに言ってるわけでございますね。アメリカは北朝鮮からとっても遠い、日中韓は近い隣国だと、我々は6000マイルも離れていると、日韓には支援を準備するように伝えたと、もう一回言ってるわけでございまして、日本側はそこはのけもんと相変わらず言ってますけども、日中韓は何かいいことができるのを、起こるのを楽しみにしてると。日本はここで初めて、いつも毎回ですね、韓国は協力するだろう、日本も後で、中国もだと、日本は後から言うんですけど、ここでは順番として、日本はそうだ、韓国もそうだ、中国も同様だと思うとですね。で、この、ロシアのラブロフ外相とキム委員長のですね、会談に昨日懸念してたでしょうって言うけど、いや懸念はしたよと、好ましいとは思わないけど、でももしかするとこれはポジティブとも言えるんだよって、なかなかトランプ氏ってすごくなってきてますよね。しかも肯定的な会談だったかもしれないって言ってるわけです。で、もう一個はですね、我々は戦争を終結することに関して今日キム・ヨンチョル氏と話したと。この戦争はずっと続いてると、70年間も続いていると。中国は前向きな結果を望んでいると。私は習主席とも良い関係にある。なかなかそう。もう一個、リップサービスではなくてですね、北朝鮮は立派な国になる可能性がある。韓国もそれを援助するだろうし、日本も大いに援助するだろう。中国も大いに手助けするだろう。
私は非核化はゆっくりで良いと伝えたと。制裁は続くがゆっくりで良いと伝えた。制裁があるけれども飢餓の人たちが続出して餓死してるって話は日本の昔のようにですね人減らしみたいな話は今のところ入ってきてないわけですね。これはあの2本の映画があって、あの高橋浩介さんはですね極めて懐疑的に見ていて、こんなもの向こうの言われた通りに喋ってるだけの映画じゃねえかって言ってる映画があるんですけど、この女性の監督っていうのはもともとヨーロッパにいた、韓国系の女性の監督、私まだ見てませんけど、見たあの堀潤君から聞くとですね、なかなか実は侮れない北朝鮮、言論統制ってことではなくてっていうことがあるんだと思います。で、まあ私は多くの追加制裁のメニューがあると。ただこれに対してキム・ヨンチョル氏はあえて尋ねなかったけど、私は対話が決裂するまでは多くの追加制裁を発動しないと言ったって言うんです。良い対話をしているのに発動するのはおかしいって言ってるんですね。これなかなかなものなんでございます。さてそこでシンガポールと北朝鮮ってどう違うのよって。シンガポールのことは読売新聞も朝日新聞もですね、明るい北朝鮮と書いたんですね。日本にいるですね情弱というか平和な皆様は北シンガポールはとってもいい街っつって、なんかあのエベックスのなんとかさんであったりですね、あるいは村上ファンドのなんとかさんであったりですね、あるいは DeNA で、なんかサイトをやっていたお姉ちゃんであるとかですね、その辺が税金も払わな安くていいし日本でいるより節税だってんでシンガポール住んでるって言いますけど、シンガポールは申し上げておきますけど明るい北朝鮮です。ここに国土の面積、まあ面積いくつだって書いてあると分かんないんでこういうふうに書きました。63の島からできていて東京23区とほぼ同じ面積がシンガポールです。これに対してもちろん北朝鮮の方が大きくてギリシャと同じくらいの面積で、ギリシャの島も全部入れた。人口はどのくらいかというとシンガポールはあのちっちゃいところにですねノルウェーと同じくらいなので人口密度は世界2位、ちなみに1位はモナコ公国でございます。北朝鮮の人口はだいたい台湾にいる人と同じくらいで、政治これは両方とも基本的に一党独裁政治だってことですよね。人民行動党で、しかも投票が義務制です。シンガポールは他の政党もありますけどゲリマンダーのような選挙区を作ってんで、どん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 人民行動党に都合のいいのになってんで、政権交代なんてのはひっくり返っても起きないという形でございます。ガス抜きとして他の政党があるというだけです。北朝鮮も朝鮮労働党だけです。じゃあ GDP はどのくらいか、フィリピンの国としての GDP とほぼ同じなのがシンガポールです。でも番組でも申し上げたようにそこにフィリピンからメイドの人がいっぱい来てるわけですね。北朝鮮は国民一人当たりがこれ CIA の調査で、1800US ドルくらいっていうんですから、まあ少ないでございますよね。もちろん シンガポールは徴兵制、北朝鮮も先軍政治といってまず軍備である。ここからなんでございますけれども、これ堀さんも驚いてましたけど LGBT、 これはシンガポールではご法度でございます。女性の同性愛に関してどうかっていうのは分かりませんけど、少なくとも男性の同性愛はアウチでございます。麻薬も持ってたら死刑でございますね。これは他の国の人もみんな、オーストラリアから来たようなお兄ちゃんが、持ってたっていうだけで死刑になっちゃってるわけです。まあ、北朝鮮に麻薬がどうかっていうか LGBT がどうかって結構許されてんじゃないかなって気がしたり、あるいは薬っていうか、まあ、ヒロポンみたいなものがあるんじゃないかと言われてるわけですね。経済はご存知のように金融資本主義です。で、大事な点は北朝鮮は今まで計画経済であったと。でもこの古い体制を多分中国と同じような緩やかな市場経済にしていこうとしてるってことです。それが不愉快な軍部であったり今までの既得権の人たちは北朝鮮にも必ずいるわけで、そのアンシャンレジウムと彼はペレストロイカをして戦おうとしてるってことですね。風紀、まあ、シンガポールは綺麗な街って皆さんおっしゃるけれども、果たしてそうかと。罰金があるからですよね。チューインガム捨てただけで罰金になっちゃうわけですよね。確かにファイン、素敵な街かもしれない。昔あのサーファーの雑誌でファインっていうのがありましたけど、ファインシティと言われた。でもこのファインっていうのは罰金のこと、トガ料のことをファインって言いますからね。
中金の取られちゃうのと同じ、つまり北朝鮮はそういう街ですよってこれ皮肉で言われていることです。まあ北朝鮮、シンガポールが、北朝鮮がどういう具合かは分かりません。でも北朝鮮、シンガポールは皆さんご存知のようにネットだってブログとかホームページアップするのにこれ認可制ですからね、言論の自由なんかないわけでございますよね。そして、国境なき記者団の発表では、日本が今72人になってずいぶん落ちちゃったなぁと、鳩山由紀夫さんの時から比べるとと言われていますが、シンガポールは151でございます。北朝鮮は180位という形になっているということです。さて、そのじゃあシンガポールと結構これ似てるところはあるなと、まさにルビンの壺なわけでございますね。ルビンの壺だから、皆さんはこの白いところがシンガポールと思ってて、北朝鮮は黒い方と思ってるかもしれないけど、実は相似系だったりするということです。さて、シンガポールと北朝鮮は一党独裁だけでなくて一家族独裁という点でも共通をしているわけです。自由主義圏の開発独裁国家と呼ばれているのがシンガポールです。シンガポールはご存知のようにマレーシアからですね、華僑系というものが、まあ、マレー人主体のマレーシアから分かれるという形で出来上がったと。そしてあの島だけになっていると。1959年から初代首相、亡くなるまで2011年まで内閣顧問というリー・クアンユーという人、この人のまあ確かに腕利きは大したもんだったかもしれないけど、先ほど申し上げたように日本の競合罪だとかなんとか以上の強権的でもあったということですね。北朝鮮はですね、ご存知のように朝鮮、1948年、つまり朝鮮戦闘は終わっていないんですけれども、一回休戦状態になってソビエトの管理下にあった後にですね、このキム・ウィルソンによって初代最高指導者として1948年に北朝鮮という国として独立をしていく、朝鮮民主主義人民共和国だということですね。で、そこから社会主義圏のペレストロイカを今行おうとしているということです。で、シンガポール、ゴー・チョクトンという人が首相になりました。でもこの人は国内でこの人中継ぎよと、リー一家のクローン人間よって言われたわけですね。キム側の方はですね、キム・ジョンウィル氏、1994年からですけど、これはまあもちろん血縁でございますから続いていると。そして現在シンガポールはリー・シェンロン、これはリー・クアンユー氏の息子でありますね。2004年から首相ですから、中曽根さんや小泉さんやですね、安倍さんよりも長く当然やってると。で、まあ、この方は中国語、英語、マレー語、ロシア語ができると言われています。キム・ジョンウン氏は2011年から、彼はもちろん朝鮮語、英語、ドイツ語、フランス語、そしてロシア語もできると言われているわけです。で、まさに欧米社会というものを我々よりも彼は留学をしていたわけですから知ってるわけですね。そんな人が自分たちが殺されちゃうかもしれないようなことの無謀な戦争と喧嘩なんかやるはずがないということなんでございます。で、このだん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 市場経済化を向けていく、そしてこの先ほど申し上げたようにですね、大変に立派なホテルに泊まれると言われてるけども、泊まるお金がねえんじゃねえかと、マリーナベイのところのと言われてますけど、あるいはもともと外貨準備高がねえみたいにですね言ってる人たちがよく言います。それは違うんじゃないかなと私は思うんですね。確かに飛行機はシンガポールまでどうやって来るのかなってちょっと思ってますけども、これはマイク・ポンペオ氏が言っていたように、彼は具体的にその航続距離のこととかそういうのもそらんじていたというよりも、数字を上げるから偉いわけじゃなくて、非常に理知的に対局をつかんで的確な質問や的確な答えをメモも見ずにしていたということで、マイク・ポンペオ氏は舌を巻いてそれをトランプ氏に伝えてるわけですよね。日本にどこにそんな政治家が今いるのかなということです。で、以前からお見せしているフリップを少し変えました。北朝鮮と国交関係を結んでいる国は現在174カ国です。ヨルダンがやめましたと言ってますけれども、1カ国増えて174です。 G20 の中で国交を結んでいないのは日本とアメリカとフランスくらいであります。で、フランスは逆に双方の首都に代表部を置いていますから、実質日本とアメリカだけなんですね。国交を断絶せよってみたいなことをですね、コロンビア大学で外務大臣として述べたというですね、
河野、オムレツ太郎さんという、私のところもちょっとチェックしますかね。私のツイッターはまだ生きてるみたいでございますけども、文字起こしとですね、田中康夫オフィスの、ツイッターのアカウントはですねブロックしてるという、まさに見ざる聞かざる言いまくりざるという方がいらっしゃいますけども、これだけ国交を結んでるわけです。で、ISIS と違いますからね。国連に入ってるんですから、国連に入ってる国と国交を結んでる国に対して国交を断絶しようってのは、これとんでもない越権行為だっていうふうに日本は思わない。これ本来だったら外務大臣としてこれだけで失格でございます。で、前から述べているように、これアメリカの資源探査衛星が出してるデータですから持った話ではないと。タングステンもウランも世界の埋蔵量の合計の半分ある、つまり半分は北朝鮮にタングステンもウランも眠ってるってことです。レアアースは現在中国が9割を市場を供給していますけれども、その中国よりも6倍近い埋蔵量があると。さらには金や鉄鉱石であったりですね、鉛であったり亜鉛であったり黒鉛であったりですね、マグネサイトであったりですね、まあたくさんある。で、こうしたものの主要輸出先は中国だけでなくて、インドだけでなくて、タイだけでなくて、実はオランダも入っているということですね。親日的だとも言われている、実はオランダはこうした外交した。そしてこうしたものに関しての新たな発動はしないと、トランプ氏は対話を続けている限りにおいてはと言ってるんですから、対話のための対話は意味がないんじゃなくて、ホテル代なんか今とりあえず誰かが建て替え払いを韓国と日本にトランプ氏が命じたとしても、そんなもの外貨準備高がゼロになるなんてことはありえないということです。で、このお話をするとですね、田中康夫と、お前はこんな天然資源があるからといって北朝鮮に媚びを売るのかみたいな、またあの CPU の悪い方が、 OS の古い方が、情弱な方がいる。そうじゃありません。リビアもイラクも石油はたくさんあったかもしれない、でも核は持ってなかった。そして石油はアメリカにおいてもベネズエラにおいてもサウジアラビアにおいても膨大に出ているわけですね。それはまさにサブスティュートがあるということです。でもこのレアアースやタングステンやウランはどうですか。世界の半分をタングステンとウランが北朝鮮に眠っていて、レアアースに至っては中国の6倍も埋蔵していると。北朝鮮の代替物が実はこれからの社会においてないということなんです。風力、太陽光、あの波の波力だけで暮らしていけるわけがないということです。で、そこで書いたのが、私はこれは南アフリカと一緒だってこの瞬間思ったんですね。南アフリカは1986年に辰木義弘さんと一緒に私は3週間くらいで書きました。当時はアパルトヘイト化でした。ただ当時はアパルトヘイトでも映画館はカラードの人も黒人の人も白人も一緒に入ることはできる。海も昔は海水浴の場所が分けられたのが、分けられない、コーズミングの場所もできちゃった。バスに関してはですね、黒人の人が乗るバスで、ソエトから通うようなバスはですね、プトゥコという、これはまあイタリア系のマフィアみたいな会社が営業していて、これはどこまで乗っても同じ値段と。白人系のバスは値段が距離によって変わっていくみたいな感じ。一番驚いたのは、その南アフリカに日本の自動車会社が全部ノックダウンの工場を持っていたということです。ノックダウンというのは現地生産の工場です。でも南アフリカで作った車は、まあアフリカのナミビアとかその辺には行けたとしてもですね、また輸出できたとしても、エジプトだの、あるいはオーストラリアには輸出できなかったんですね。なのになんで南アフリカに日本の全ての自動車メーカー、これは欧米の会社もみんなそうです、メルセデスも BMW も当時のフォードであったり GM も工場を持っていた。それは南アフリカには自動車の触媒、まあこれから電気自動車になったり水素自動車になれば分かりませんが、自動車の触媒に不可欠なプラチナ、白金、この白金が安定供給できるのは当時ソビエト社会主義共和国連邦か南アフリカ共和国の2つしかなかったということです。すなわち自由主義圏は南アフリカの白金を使うしかなかったということです。私はこれを知った時に、南アフリカというのはどんなにみんながとんでもねえアパルトヘイトやってる、それアパルトヘイトはけしからん制度ですよ。
でもそんなこと言ったら日本だって昔は婦人参政権はなかったわけでありますしね。アパルトヘイトけしからんって言いながら他の国だって中で小さないじめや差別はたくさんあるわけでございますよね。神戸のようにまさにいじめに関してのそれを破棄しろって書類をみたいな頭下げてたわけわかんない公立学校があるみたいな。すると南アフリカはどんなにいじめられても自殺をしない国だったってことです。アパルトヘイトがけしからんって言われても南アフリカの当時もワインは輸出されていたし自動車会社は南アフリカにお金を落としてたってことです。そしてデクラークという白人の優秀な首相とそしてネルソン・マンデラと当時はケープタウンの獄中ケープタウンの沖合の島のに獄中にいたわけですね。あるいはデズモンド・ツツという、南アフリカのキリスト教のですね、司祭この3人によって変えられていた。でも今南アフリカは果たしてどうなってるかご存知のようにですね、全く大敗をしてきてしまった。コカ・コーラ突っ込めばエイズにセックスの後はならねえぜっていうような人がですね大統領をやってると妻というような人だということであります。で南アフリカに行った時にヨハネスブルグに行きそして、まあ、サンシティというところにも行きケープタウンに行ってそれから、ずっとダーバンとかポートエリザベスの方まで上がったんですが、ケープタウンというのは皆さんご存知遠洋漁業の場所でございます。ここである日本人 の, 漁船 の, 方とも今おでかい漁船ですね。でここには三井物産の人たちもみんな駐在をしている一組で当時1986年でファックスがほとんどないんで原稿をやし送るのにファックスをお借りして、まあ、値段も高くてすごい大枚を払いましたけどもヨハネスブルグでもで彼のお家があるここにまあ、いわゆる、まあ、メイドの女性の人がいるこれは南アフリカには10部族がいるのでコサっていう確か部族の女性でした。庭師ガーデュナーの男性がいるこの人はズールーという部族の人でした。2人は口も聞かないたまたまお互いの相性が悪いだけじゃなくて10部族同士が意味がある。でももともと南アフリカはどういうところか南アフリカで生まれ育った人は色の違いに関係なくみんなシュドゥアフリカンズであるということをあるジャーナリストがいました。でももともとはピグミーとかホッテントットと呼ばれていたような人たちがいるところにアフリカの中部からみんな降りてきたり強制的に連れてこられたりオランダやイギリスの人間が入ってきたりという形だったわけですね。でその中である意味じゃ日大の体育会みたいなものでございます。体育会のピラミッドになっているアパルトヘイトだったから大きな騒動は起きてなかったっていうことです。当時も白人で、道で暮らしている路上生活者というような人もいました。ドランカーもいました。で今そのアパルトヘイトがなくなると十部族が争うようになって内紛的な具合になってしまっているということですね。北朝鮮はじゃあどうであるかというと明るい北朝鮮がシンガポールであると言いました。そして北朝鮮という場所はバッファーになるということです。どういうことか分かりますか。すなわち南北の統一ということは多分キム・ジョンウン氏も実は望んでいないと思います。アメリカも望んでいない中国も望んでない、ロシアも望んでない、日本は全然蚊帳の外ではなくて蚊帳から虫に食われたら大変って蚊帳の中に入って出れないというですね、チキンな状態であります。とすると米軍も全部いなくなるわけではなかろうと思います。それは韓国も大変である、日本も大変である、わずか50キロで対馬海峡だってことをやたらと煽ってる人たちがいます。となるとキム・ジョンウン氏はミハイル・ゴルバチョフ氏のペレストロイカをやってって旧体制の軍人であったりそういう人たちをノーメンクラツラの官僚を変えていく市場経済を入れていく。でもロシアは中ソビエトはあまりに大きかったんでジョージアであるとかアゼルバイジャンであるとかあるいはトルクメスティンとかいっぱい分かれていっちゃった。ウクライナもできちゃった。あるいは大きいのでその後に彼がゴルバチョフ氏はだんだんリベラルだったんで力を失いそしてボリツ・エリツィンという人が出てきたけれどもエリツィンもキッチンドランカー的なところがあってうまくいかなくてそして彼にうまく取り入ったウラジミール・プーチンという人を彼は大統領に選ぶけれども以前にも申し上げたように世界のドキュメンタリーって NHK の BS でやっている番組でもよく取り上げられているようにですね
こんな人間選んで失敗したと KGB のやつをっていう形になってるわけですね。でもそれだけ強権的な彼ですら野党の存在を全部壊滅するわけにはいかない。ジャーナリストを殺しているかもしれない、野党の人間を逮捕しているかもしれない、でも一応選挙はやっていかなきゃいけない。北朝鮮のこの規模であるならば、キム氏が徐々に徐々に非核化をしていく、そしてそれは不可逆的であるという形になってた時に、彼の下で今まだ35だとか38だとか年齢不詳っていうのもすごい話でございますけれども、あと30年彼の体制が続く中で、あの国はそこにシンガポール同様にもう今もあるカジノをもっとカジノ的に外貨も稼ぐかもしれない、そしてこの天然資源においても外貨を稼げるかもしれない、カードを彼の国は持つということです。そしてあの場所が緩衝帯としてあることで、韓国、中国、ロシアというものがミス組じゃなくてお互いにあそこが非統一されてしまったら、なんというかガードレールがなくなってしまう、ショックアブソーバーがなくなってしまう、エアバッグがなくなってしまうというような形であるとすると、エアバッグとしての北朝鮮というものは残っていくということです。さてその段階で17人の拉致問題担当大臣が一度として北朝鮮に行ったこともなければ接触したこともない、何かミサイルと称するものをですね、ミサイルというかあれはなんか鉄砲玉みたいなのを飛ばすと抗議をしたっていうけども、北京にある北朝鮮の大使館にファックスを送ってるだけだっていう、それを抗議と称している。そして日本には北朝鮮を担当する部署すら外務省の中になかったという、お寒い状況の中でどうなっていくのか、これはもう以前にもお話をしたように、小泉純一郎さんと金正恩氏のお父さん、が日朝平壌宣言2002年9月17日、その後もう一回小泉さんは北朝鮮に行ってますけども、お詫びをしますと、日朝国交正常化をしますと、そして4番目に書いてあるように、双方が適切と考える期間にわたり無償資金協力、低金利の長期借款供与及び国際機関を通じた人道主義的支援等の経済協力を日本がすると、また民間経済活動を支援する現地から国際協力銀行等による融資信用供与等が実施されることがこの宣言の精神に合致するって書いてあるんですよ。宣言ですから両方のトップがしています慰安婦日韓合意というものはこれは外務大臣で、しかも両方別々に合意と言って文書を出したにすぎません。どっちがハイレベルかといえばこちらなわけですね。そしてここの一番問題が、あの時安倍さんが官房副長官で小泉氏とお昼時に、向こうの食べ物には何が入ってるかわからないからって水も持ってって、自分たちの食べ物を食べる時に多分盗聴器もついてるだろうということで、拉致問題に関してきちんと、キム氏から謝罪の言葉を述べてもらい、拉致被害者を返すという言葉を取らなければダメですよって安倍さんが強く小泉さんにおっしゃったのが向こうに聞かれていて、そして私どもの跳ね借りの者がしたことを大変申し訳ないと謝罪を、キム氏がすると、そして拉致被害者が5人が戻ってきたんですね。でもここに書いてある内容は今後もとは書いてないんですよ。日本国民の生命と安全に関わる懸案問題については朝鮮民主主義人民共和国側は日朝が不正常な関係にある中で生じたこのような遺憾な問題が今後再び生じることがないよう適切な処置を取ることを確認すると書いてあるんです。ですから前から申し上げているように、不可逆的という言葉を慰安婦だけでなくて核の問題に関しても不可逆的という言葉をあまりに日本が使っていった時に、さて日本が逆おっとり刀で待ってたら向こうが話してもいいよってやってきたからって一体何年後になるんですか。その間に横田めぐみさんはどうなんですか。他の人たちはどうなんですか。その家族は年を取らないで済むというんですか。もう40年間経ってしまって、40年政府を煎じてきたことはこれは別に安倍さんの責任じゃないわけですよ。それ以前からですよ。ことなかれで外務省というところが伸ばしてきた、横田早紀江さんや横田さんの今病院に入ったらお父さんは一日先週の思いでいると。にもかかわらず小野寺さんも友人ですが強いこと言ったけど、日本はこれを書いちゃってるんですよ。でも日本、私も含めて日本のメディアも日本の国民もその時最後まで小泉さんを支持したんですよ。そしてこれは不可逆的っ
って言われた時に果たしてどうするのか、まさに虎穴に入らずんば虎子を得ずということをもう一度考え直すべきだと思います。これだけお話をしてもですね、北朝鮮は信じられないとか何を言ってんだとかいう人は本当にとんでもなく見殺しをしようということであるし、日本が蚊帳の中から出れないで自分でですね、なんか蚊帳の中で日本が衰退して安楽死してっちゃうのかっていう話ではなかろうかと思います。ということで今回はもう35分新記録でお届けオーバーいたしました。本日からですねこの朝鮮半島まとめサイトまで来ましたので、今までの、全ての田中康夫のだから言わんこっちゃない、あるいは番組でこれを扱った件に関しての YouTube、 あるいはその他の浅田さんとの有国砲弾であったり、私が書いてきた、朝鮮半島関係の原稿、あるいはその中で私がなるほどなと思うような部分に関してはですねお届けを一覧になっておりますのでご覧いただければというふうに思います。そして実は特別でございますけれども、やっぱりすごいなと思うのは、サッカージャーナリストの大角さんがですねお書きの文章、日経に載ったんでございますけど、これはもう本当にグーの音も出ないじゃないや、出ちゃうくらいに鋭い、日本のサッカーがなんでダメダメなのかっていうことを大杉さんが書いたものも特別に今日はつけておきますので、またご覧いただければと思います。